サンタ TV。 ジャイマミキです。小賀智子です。今日は雷門に来てます、うん、はい、東京ですよ。東京です、ね、仕事があってね、私は前日に来て、小賀さんと今日待ち合わせして、はい、そうなんです。で来たからには、うん、雷門近くで、はい、今日はひみまろさんの番組の、そうなんです、テレビ収録あって、はい、何座ですか。東洋館という、東洋館というところで、はい、浅草東洋館というところで、ホテルが近くなる、ね、うん、そうなんです。じゃあちょっと、撮っちゃいましょう、うん、雷門でね、というので来ました。はい、なので、今日はまだまだこれから仕事しなくちゃいけないです、うん、そうですね。中をねちょっと見てね、はい、私も本当昔よく来てた時は、うん、もっともっとすごい人だったんですけども、でテレビ見てる限りでは全然シャッターになっていってた、ね、そうですね、一時なんかほとんど閉まってましたもんね。ここもいなかったですよね、人がね。そうでしたね、うん、で今見てる人がやっぱいるので、少し、活気があるので、ちょっと、はい、楽しんでいきたいと思います。今ね、うん、高藤彩ちゃんにね、はい、ばったり会いました。会いました。何年前ですかね、私一緒にやったの。十何年前、十年ぐらい前だったんですか、うん。あやちゃんは、うん、岡村の歌みたいな歌ですはい、ね、まあそんなの。今はそんな、今はどんな歌？今も、いや今岡村やってないですけど、うん、ちょっとジャズっぽいポピュラーみたいな、うん、で、まあいろいろ、ね、去年あったのか、京都で、はい、ね、はい、はい、去年会いました。はい。時々お会いしてるんで、全然なんか。で、何も変わんない、ミキさん。うん、恐ろしい。お化け。クリスマスもね、やってるから、もしね、はい、京都に来るのがあったら、ぜひぜひ、来てほしいなと思うんですけども、はい、すごい綺麗な声で、はい、ずっと弾けるよね。ずっと痩せてる。ね。あんまり太んないよね。スマートで、セット返しで。中村楼っていうね、あるでしょ。あ、京都の、はい、うん。あそこでね、私ね、3年間ぐらいね、ディナーショーやってたんですよ。その時に出てもらって、すごい面白いショーなさるんですよ。うん、なんかウェディングみたいなのしてね、白向くとか来たり、そうそうそう。いろいろ考えて。あと一応バーレスクの前。ピーナッツみたいな。そう、2人でピーナッツ歌いました。そうそう。それも岡村バージョンだったよね、あれ。はい、ちょっと、はい、アレンジが、ね。そうなの。そういうのやって、で、なんとなくライブ見に行ったりとかね、はい、お蕎麦が好きなんだよ。はい、お蕎麦が好き。お蕎麦の本出してます。そうなん、そうなんですか、うん、お蕎麦が大好きで、それで、お蕎麦を食べて歩いててっていうね、で、NHK とかもなんかそういうの出てた、はい、はい、お蕎麦とか、ね。あ、そうなんですね。もう、何年ぐらいお蕎麦を食べてたの。言えないぐらい、うん、10年だった。まあ、いろんなとこ行って。自分で打って作ったりとかはしないんです。さらに、お蕎麦はお蕎麦屋さんが作る魔法の食べ物で、私はありがたく食べる人。なるほど。そうなんですよ、お蕎麦もね。だから、なんとなく、で、この前、私も電話したのよ。電話したら、私だよ。反応が鈍いんですよ。なので、だから今日電話したの。電話を聞いて、はい、共通の友達なんだけれども、その人の方がよくより、あれだから、うん、なんか通知ないんだけどって言って、はあ、それで、電話聞いて、今日の朝ね、電話した。うん、そしたら、いるよって言ったら、ここで、はい、ばったり会ったということだったね、さっき。そう、ばったり会ったんだよね。はい。そうそうそう。うん、なんですよ。カメラも買ってちゃった。大丈夫です、大丈夫です、全然。ね、小賀さんが映ってない。いいの、いいの、いいの。だからなんかこう、うん、そういう友達があったりするとね、またまたね、私東京はコロナがあって、その頃って1年ぐらいほんと来なかった。あ、そうなんですか。うん、それにも気づいてない。うん、で、コロナは大変でした。まあ、普通に大変です。で、で、私はだから今度こう今レコーディングにしたりとかね、今、今日は、なんだっけ、テレビの収録で、ね、はい、これからなんとかか。あ、東洋館で。あ、はい、なんですか。なんとかか。東洋館。なんとかか。はい。東洋館で。ひみまろさんの。あ、そうなんですか。番組があって、それに読んでいただいて、今日はそれで来ました。それで雷門の中をね、ちょっと見た、久しぶりだった。うん、うん、それで見てね。うん、で、
中野さんもね、結構、うん、今元気そうに見えますから。そうですね、はい、さあの人形焼きとかね、買いながらね、はい、ちょっとね、はい、もうすでにね、お買い物はしたお買い物してそれで、まあもうそろそろね、帰んなくちゃいけないねという話をしてたと思うので、うん、ちょうどだからお話ができて、はい、ね、よかったです、はい、また何か宣伝することがあったら皆さん、私、こういう番組よく見たお高い場所で、ね、何かいないです京都は、はい、京都は今用じゃないですね。なのでまた京都来たらぜひぜひ、はい、また東京来たら連絡します。はい、ということで、はい、今日は高藤彩ちゃんに、はい、ばったり会ったということでお話を聞きました。はい、じゃあまた、ね、はい。に御朱印というところがあります。なんか取っちゃいけないので、やっぱりこういうの点取りにくいですよ。あ、さっき花屋敷。うん、なんか昔昔行ったことある。あんまこっち来たことないですね。そうですね。うん、はい、こちらの塔です。スカイツリーがどこで見える？スカイツリーは向こうや。はい。浅草の浅草寺の、はい、御朱印をもらったので、はい、ちょっと裏の方に来ました。はい、私は浅草はですね、うん、こっちの、こっちがね、はい、奥の方に、はい、うちの息子が、うん、津軽三味線を習いに来てたことがあって、で、そこの奥のところにお店があったんですね。はい、なんていうお店だったか。高大先生って言うんですけど、三味線の先生。津軽三味線。津軽三味線。はい、で、そこに、うん、教えていただいて、はい、で、そこのお嬢様はちょうど高校受験かなんかで、英語の先生もちょっとやったりとかして、行ってたことがあって、で、その、お食事しながら、ショータイムがあるんですね、そこね。うん、コース料理で。で、ショータイムが1日何回かあって、はい、で、それは、うん、お弟子さんたちも弾くし、先生も弾くっていうのを、何回か見に行ったことはあるんですね。はい、でもそれがちょっと今、もう、ないみたいです。このコロナでちょっとお店を休みなさってたりする。なんかもう広野市民はもう京都に行ってしまってるの で、ね、あんまりこう密には連絡してなかったので、うんうんうん、で本当今回探したんですよ私。あ、ちょっと顔を出したいなと。そうなんですね。うん、そしたら、うんうん、ちょっとなかったので違うお店になってみたですね。どっかから移築してね、すごい素敵なお店でした。うん、うん、だからちょうど京都に引っ越しする前だからすごい前ですよね。30年、はい、あ、20何年、ね、うん、じゃないですよね。違う違う。20何年は私がだから。ヒロシンが、10何年前ですね。アメリカに行ったりとか、ちょうど、その頃ですから、その頃に習いに来てた。で、私は、はい、この浅草のこの雷門の中のお店が面白くてですね、うんうんうん、さっきもちょっと、はい、ウィッグをね、ああ、そう。ウィッグ屋さんがあって、日本髪のウィッグとかね。そうそうそうね。だからそういうところにみんな買いに行くんだと思うんですけども。はい、で、そういうのも見たりとか、なんかちっちゃな小物屋さんが面白いのがあったりとか、うん、そういうのがしてて、うん、なんか、ちょこちょこ来てた、うんうん。なので、すごい、好きな場所でもありますね。そうですね。うん、で車で来るとどこに止めていいかわからないので、うんうん、いつも電車で来て、はい、そうですね、電車で浅草っていうところで降りて、はい、それで歩いてすぐなのでね、うん、そうです、来たりとかして、はい、だからこの本当10年ぐらい、うん、あ、一度そうだ、ゲートホテルっていうのに泊めていただいたことがありまして、はい、目の前にあるこの雷門の真ん前ですよね。で、ゲートホテルに泊めていただいたことありまして、はいはい、うん、その時にちょっともう本当に夜来て朝帰っちゃうぐらいだったんですけども、夜部屋から雷門の提灯が見えて、はあ、いいですね。で、うん、その時はもうコロナはどこだったんだろう。あんまりその時人も少なかったような気がするから、今日なんかでも人少ないじゃないですか。少ないですね。でも昔はこんな感じでした。うん、京都もほら。ね、そうですね、コロナになって少ないけど、はい、そんな感じですよ、ね、観光地はね、どうしてもね、だから
いい感じですね。そのゆっくり歩けるし、ゆっくり見れるし。確かに。ただお店の人が物をね、呼び込みがね、もう本当に大変ですよね。大変大変、本当に。だからそういうんでは早くコロナはなくなってくれた方が、ね、いいなと思ってます。はい。ということで、はい、今週は、はい、あの雷門を、うん、あ、雷門じゃない、東京浅草中見世、雷門から、はい、中見世をちょっとご案内いたしました。はい、そうですね。なので、うん、またちょっとお買い物しながら帰りたいと思います。はい、じゃあ今週はこの辺で雷門です、はい。また来週です。